肩書きです。うん、実践のやつとかもまだあるから、まあ、実践この寒いのに実践はちょっと実践というか、なんかこうアプローチのこう普通の球とかさ、低い球とかっていうのやるって言ったじゃん。それも残ってるし、僕なんかで言ったちでいいの？あ、いいよ。それからあれメディスンボールの実践もしなきゃいけないです。いやいや、力がないのバレちゃう。あとはあれか、マナー動画でね、あれをだからマナー動画、番長来た時にね、やりたいね、マナー動画作ってくれってあったじゃん。キャディさんいる時といない時とかさ、はい、それもちょっと作るので、まだ別にこっちで紙取ってあるからね。いろいろありますね、うん、みんなそれ求めてますかね。いや、求めてると思うよ。あまり質問、あれはね、マナー動画とかやってきてないから、ということで、ちょっと体バリバリになっちゃった。俺もってことです。もう、え、もう質問だ。うん、これやったかな、ちょっと何言ってんの、もう。じゃあまたちょっと読みますよ、雑誌。ね、これもうちょっとここで覚えてるかな。え、いつもマイペースです。新庄番号172番さん。質問だって1週間ぐらいやってないですもん。いや、1週間以上やってない、ね。今年はちょっとゴルフ頑張ろうというか、ギャフンと言わせたい人物がいるので、はい、力を入れようと考えているのですが、その行動の一つで練習ラウンドを実施していこうと思うのですが、一体何をすればよいでしょうか。実は練習ラウンドに行こうと誘われたり誘ったりしたことは何度かあるのですが、結局普通にスコアをつけて回っているだけの気がします。そこでお二人に練習ラウンドの鉄則、基本などありましたら教えてください。今年はベスト更新と、90&40 パット切りを達成したいです。よろしくお願いします。それで、この練習ラウンドっていう、もう練習ラウンドって言ったら細かいよ、僕。細かいよね。細かいっすよ、まあ、小暮は細かいわね。俺は練習ラウンドっていう練習ラウンドをネジラウンドしない方がいいってタイプじゃん。そう。もうだからもういろんなところが見えちゃうと、もうゴルフに影響しちゃうんだよ。だから練習ラウンドはしちゃうとダメなタイプもいれば、僕は練習ラウンドした方が絶対必要だよね。ここはダメっていうの絶対に抑えてるもんね、ポイントをね。ここはそう、お父さん、なんかそういう言い方やめてよ。そういうんじゃないんだよ。ここを打ったら OK っていう言い方にしてください。いやいや、ここはダメって。いやいや、今年は今年からそういうふうにしてください。今までなんかさ、なんかすっごい右が OB だったら左に逃げるとかさ。いや、それはお前がね。そう、だからそういうのをやめていこうかなと思って、言い方を。右がダメだったら左目の方が、セカンドが狙いやすいから左に狙うにしてよ。右がダメだったら左、いや、してよじゃなくて、お前の頭の中をそうすればいいだけの話じゃん。してますよ、それをさ、なんか右がダメだったら左に逃げるみたいな言い方をやめようかと。いや、なんか逃げてんの。いや、違うよ、だから俺と同じ感覚になればいいわけです。同じ感覚、無理無理。データを持ってて、いろんなね、ここはダメ、あ、こっちの方がいい、うん、っていうデータを持ちながら、あ、じゃあどこに打たなきゃいけないんだっていうのを、うん、要は去年のさ、いや、でも打てないから。いや、そりゃ打てる打てないわ、そりゃその人たちの技術だから、それは関係ない、うん、でも、この間のさ、去年のね、龍ヶ瀬って俺は1回も回ったことないコースで、うん、
ここでは悪いことはじゃあ一切言わないって言って決めたときはやっぱりいいラウンドしたわけでしょ。これ悪いこと言わないって目に入ってたでしょ。いやそんなの見りゃ分かるよ。そりゃここはもう絶対ダメだとか言うのは分かるけど、そのあそこもうパクッと捕まえたら帯ですからねっていう言葉を聞いちゃったらやっぱりこう逃げちゃうじゃん。じゃなくてあそこがいいですよって言われた方のがイメージ出しやすい人もいるんだから、練習ラウンド、まあ、いや違う、まあ、それは俺らの話だから別にいいんだけど、うん、練習ラウンドはどんなことに気をつけて練習回ったらいいのか、なんかただスコアつけて回ってるだけだから。練習ラウンドはグリーンをちゃんとやればいいんですよ。どっからどのくらいフック、重い、速い、すごい今タッと言っちゃいましたけど、グリーンの練習するだけで違うんです。だけ、もうグリーン周り、グリーン、グリーン周り、グリーンを中心にやる。中心だから、練習ラウンドも僕たち練習ラウンドといって、なんていうんですかね、練習ラウンドだから例えば宮下さんがパターしてる時にもう 打ってますよ。それは宮下さんにちゃんと言って、今日練習ラウンドだからバンバンパター転がしますよって言って言ってるじゃん、ちょっと転がしますねって言うじゃないですか。まあ、最近練習ラウンドしてないけどしてないだから僕はだから練習ラウンド行ったら例えば社長を連れてってもらって社長とラウンドしてても僕は他でパターンしちゃう。そのグリーンの練習ラウンドだから、このラインはどのくらい切れるとか、このラインはどこからこの向きで切れる、ここフックに見えるけど意外にまっすぐだとかっていうグリーンを練習ラウンドするんです。だってショットなんかだって別にその日の調子じゃん。いやそうなんだけど練習ラウンドなんかいるのかなと思った俺は。だからパター入んないですよ。パター、まあ、入らなくはないよ。いやこの回答、この、あれじゃ面白くないですよ。いやいや だってそんなんさ、グリーンの形状分かったってさ、そこに打てないしさ、例えばそこに行ったとしちゃって、その日によって違う、まあ俺の考えで、ね、その日によってグリーンのスピードなんか違うんだから、そうですよ。その湿度があったらちょっと転がしが、転がりが悪くなるとかさ、そういうこともあるわけだから。いやそれはプラスワラファだって。いや、それはもう本当のプロの練習ラウンドだよ。だから僕の会話いいじゃん、僕の回答で見やすい。いや、お前がじゃあ、お前が回答するんだったら、要は、ペナルティーエリアをチェックするぐらいにしといてくれよ。じゃあ、そしたらなんかそういう、やめてよ。それを言ったらさ、お前は OB がないとかとか、そういうじゃん。俺は本当の練習ラウンドはグリーンだから。いや、グリーンなんだけどさ、これ普通にスマーリーでアマチュアの人たち回っててさ、グリーン、他の人がやってる時に転がしたら、多分スロープレーにつながるから。いや違う。だから僕の話は、練習ラウンド行った時は後ろの組が見てるわけでしょ。で、ホールアウトした後に転がしたら迷惑になるから社長が打ってる時にも転がしますねって言って転がしちゃう。それを言いたかった。それ言う前に違う会話行っちゃったからさ。まあでもどうなんだろう、あんまりプロみたいな練習ラウンドは多分したら後ろの組は多分嫌だ。でもそのなんつうこっちがプレーなんて言い方すればいいんだ、練習ラウンドで手で取っていくからちゃんと。いやそれはでも完全にプロの頭じゃん。うん、そう。いや、それで、でも僕、ダブルス戦でがあるんで、ダブルス戦練習なので、じゃちゃんと予約取るでしょ。例えば、サイマーだったら大笑いとかで、ちゃんと後ろの組で、キャディーさんもつくから、うん、それはもう、限定してるよね。そう。で、キャディーさんつくから、キャディーさんが記者長たちの相手してくれてる時に、僕、そんな、そこでパターするんで、ここで転がさないですよ。いや、もちろん、それはそうだけど、うん、やっぱりその、まあ、これはだから本当にその試合のためのラウンドじゃん。そう。でもこの人は誰かと勝負するためのに練習ラウンドっていう言葉だけだから、うん、でもそれでさ、例えばよ、うん、普通に素回りしてて前の組がね、うん、やっててその他にまた別でグリーンをこうやって転がしてる人がいたら、うん、何やってんのっていうふうになりやすいじゃん、一般の人。まあなりやすいですね。分かってなかったら なんだっては思い、もしかしてクレームしちゃうかもね。前の組なんか2人がなんかバンバンバタ進まないんですけど、なんか言われて、例えば2回ちょっとしたらね、うん、2回打ってるってクレームになるでしょ、うん、これ難しいとこだよね、練習ラウンドっていうのはね。そうだから練習ラウンドだからね、アマチュアに練習ラウンドなんか必要ないんじゃないの。この人のやってることでいいんじゃないの、スコアをつけて普通に回るっていうのは練習なんじゃないの、うん、確かに。だから、まあ、ラウンドすること時点でもう練習だからね。うん、
国連はもう完全にあのプロのトーナメントの練習ラウンドをプロがしてるのと同じ感覚でやるわけ。こうやって転がして、うん、もう別に打つ人じゃないし、ラインが分かればいいし、そういう貸し切りの状態でやるのとさ、やっぱ普通で回るのと違うと思うから、そう、後ろの組がいなかったらキャディーさんに言って、まあ、キャディーさんついてたら、ちょっと転がさせてくださいってお願いするし、まあ、セルフで後ろいなかったらもう気持ちよく全部ラインを転がしちゃう。そんなバカみたいに、そんな10分もやんないよ。いや、まあ、もちろんそうだけど、はい、うん、だからそのグリーンじゃなくてさ、やっぱお前はここにペナルティがあるとかいうのを言って終わりにした方が良かった。だからそういう、なんかさ、去年まで変えようかなと思ってたさ、毎年毎年さ、いや変えなくていいよ別に、ね、それはだってお前のゴルフの元じゃん、根幹だ。いやだから基本のゴルフの基本はペナルティをしないで3パットしないだから、うん、それのための練習なの。だから OB のチェックと池のチェック、コースレイアウトのチェックってことでしょ、うん、でいいんじゃない、これだから練習になるとさ、またちょっとクレーム出てくると思うんだよ。それやめててもらいましょうか。だって俺はでも実際やりますよ。いや、それはさ、片山津の全日本の練習ラウンドで入ってるからって言って、うん、練習ラウンドで入れてるから、 それはもう分かってることだからいいけど、やっぱ普通の素回りで行って、うん、2球も3球も打ってたらおえってなるでしょ、例えば。いやだから俺はショットは2球も3球も絶対打たないから、グリーンってあれだからグリーンって言った。ショットで、ね、練習ラウンドは絶対しない。だってそれこそ本当に前の組全部2球打ってるって言われますよ。言うっていうかね、アマチュアですからね、結局アマチュアだから、どんな回り方したっていいんだけど、うんうん、ただスロープレーにつながるような感じのは多分練習ラウンドでもあんまりしない方がいいと思う、まあ、ただグリーンのその形状を頭に入れるとか、ね、そういうのはいいと思うけど、多分またパターでこうやって転がしちゃうと、僕だからパターで転がすと手でポンポンポンって肩パーってパッと見るぐらいですよ。それはだからプロだ、プロのキャディーにさ、こうやって転がしてどのくらい転がるんだろう、曲がるんだろうっていうのはチェックするからあれなんだけど、こと一般のね、ラウンドの時に、だからこの間ラウンド行ったでしょ、それの時に前の組がさ、パターが一人だけさ、パター終わったってさ、まあ、端っこの方にこうやって転がしてたら、あいつなんだよ、こっちでセカンドに待ってんのに、うん、なるとまずいから、ただグリーンのチェックっていうことにしておこうよ。パターで転がす転がさないは別にして、これはのレシャルはグリーンチェックでいいじゃん、チェックね、で、ここでの回答はグリーンチェック、俺はレシャルしません、この人と同じ、もう スコアを出しに行く練習、試合じゃなくてもね、っていうことでいいかな。なんかどんぐらいだろうな、この質問でずっと言って思ったの。練習、いや違う違う、やっぱりさ、試合じゃない素回りでほとんど回るわけじゃん。いや、ほとんど素ですよ、ほとんど素、うん、素の中でやっぱりスロープレーが問題になってる、マナーとかスロープレーが問題になってるから、うん、今ね、いや僕だから、そか、僕の話だと、その、なんだっけ、プレーが終わってから転がしたりはしてないです。その、社長たちがやってる時に転がしてるだけで、うん、だから後ろの組からすれば、なんだあいつって思われるかもしれないですけど、全部ホールは、まあ、ピン立てたままですけど、社長が終わった時にはもう終わってる、僕のやり方は。その後ろから絶対思われるもん、なんだあいつって思われるでしょ、うん、と思ってやってる、うん、だけど、その社長たちがやってる時に転がさせてもらって、で、社長たちがホールアウトした時は一緒にも行きます。一人だけ残って、みんなが行って一人だけ残ってなかった瞬間にもう、それこそマナー違反だと思うし、うん、まあまあ、それがちょっと気になったんだけど、やっぱり後ろで、ちょっとセカンドでね、うん、待ってるのにこ転がされてるとあれだから、っていうことでちょっと話を長くしただけの話だ。ということでいいね。まあ、これはグリーンチェック。もう転がす転がせないじゃなくて、グリーンチェックってことね。俺はグリーンじゃない。俺は何にもしない。ただラウンドするっていうのね。真剣にスコアを出していくっていう練習ラウンドでも。っていうことでいいね。はい。はい。